電気のやつ強いな。宝箱は一応取れた扱いになってる。となると、あ、そこにもいた。後ろに振り向くなよ。ああ、怖い。なかなか思った通りにはいかないね。あいつは仕留めるか。両手剣だ。よし。ー、武器がいっぱいだー。気づかれた？危ね。なんかいっぱい武器が。落ちた、落ちた。リザルシールド。リザル棒。ブーメランいらないかな。焼きバスいただき。とりあえずなんか食べよう。岩塩。し、ディザルホスの爪。いっぱいいるな。一人ずつ倒していく、こうやって。ちょ、やめてくれませんかね。の鹿も取れるのかな。おし、仲間を呼ばれる前に倒してやったぜ。まだいるのかな。声がすげえ聞こえる。リザルボか。ガッツガエルだ。逃げられた。電気のやった。何？
周りもっと見ないとダメだね。なんか声が聞こえるなと思ったら、そんな感じなんだね。いたね。くそ、仲間呼ばれちゃう話なら。帰ったな。電気の矢が超欲しい。よし。よし、気づいてない。もう電気は部屋がないぞ。気づかれる前に倒していかないと。木の矢めっちゃ手に入る。あ、ダメダメ。またあいつが来そうで怖いな。またリザルフォスが待ち伏せしてそうで怖い。狐飼ったら獣肉が。どっかにリザルフォスいるんじゃないの？怖いな、それが。こういう時になんか打ち絵でリザルフォスの写真を撮って、でどこにいるか分かりやすくするっていう、シーカーセンサーで分かりやすくするっていう戦い方もありかな。戻ってないか、これ。戻ってるな。道のり結構遠いような気がする。南の、まずは南のこっちか。こんなところに料理ができるところが。次なんかあいつ見つけたら
写真、とりあえず写真を撮ってシーカーセンサーを発動するか。川だ。よし、まずい。ふう、トカゲそこにいたのか。お、ひんやりヤンマ。また電気の矢を突き込まれたら大変だからな。いたね。で、どうすんだっけ。シーカーセンサー、図鑑から選んでリザルフォス。こういう時にシーカーセンサー使えるな。ほこらにしたいときは切り替えないといけないっていうのがちょっと難か、ちょっとね、厄介だけど。あ、爆弾。あ、でも今雨降ってるからこれ関係ないかな。投げて爆発するって言ってもいいな。衝撃で爆発するの俺。困ったなぁ。くそ。スニーク蹴りで倒そうかなと思ったのにこれだよ。これどう考えても（笑）わ、いっぱいいるな。よし。よし。焼き獣肉ゲット。何体だ。何体かどうかは教えてくれないんだ。振り向くなよ。
よし。OK。この橋を渡った先か、なんか拾って出てたな。なんだも、なんだ、僕やりはいらん。オーレン橋。またシドかな。おお、リンク。まだ半分なの？しんどいよ。そんな簡単に信用していいんすか？ハイリア人いい人ばかりじゃないっすよ。いるな。ここで料理作る？まだいっか。いるね。岩を転がしてくる。上にいるんじゃねえか。おお、びっくりした。これどうしたらいい。これ大丈夫？近くにいるな。上か。よし。ゾーラの槍、リザルスピア、これもか。コログの内場はいらねえな。いや、めっちゃ手に入るな。近くにいる。なんか擬態してくるやつもいるから怖いな。どっかにいるぞ。超忍びだけが手に入る。宝石も手に入るな。近くにいる。そこか。あー、ヒヤヒヤする。
よし。デジタルブーメランいっぱいか。うわー、住みかになってんな。やっぱ矢打ってきやがる。くっそ。あっぶね。気づかれてんだよな。電気の矢で行く？なんだ？永遠なるゾーラの里、ドレファンに固有種です。古くから雨に巡られ、清水に富んだ地。水を求めたゾーラ族がこの地に集い暮らし、それが町になったのは1万年以上前のつ話。この地が鉱石に巡られていたため、住居は石で作られ、独自の石造技術が発展。その完成した姿は、里の建造物全体で一つの彫刻であることと称賛される。我がゾーラ建築である。それは石工たちに面々と伝えられた技術の結晶であり、彼らの誇りが体現した形だから、いいんだけど、こいつは倒したいな。また弓矢撃たれたら、あ、凍ってる。どれぐらい凍るかどうかわからんが。ちょっとしばらく凍ってもらうよ。あぶね。このリザルブーメランだ。強くなってんな。そうそう、リザルブーメランもいらなくなってきたな。リザルシ、強化リザルシールドはいらないのか。まだいるからすげえ油断できないぞ。まだいるの？どんだけいるの？そろそろなんか疲れてきたぞ。遠い。で、またあいつら、あいつが来るんだろ？
さすがに橋が高いから指導は気づかないだろうな。マップルト山か。よう気づくなあの人。あの王子勘冴えてるわ。かなり遠いな。かでも必ずこの橋を通ると思って待っていた。もうすぐでゾロの里に着く。やっとか。里で会おう。ドリンク。あざっす、助かりました。モリブリマット弱っ。ありがとう、指導。もういなくなった。はえな。もう壊れるの？いるな、近くに。リザルフォスの反応が未だにない。もうすぐで着くかな。いい加減ついてくれないと。エレキロットいただこう。どんな感じなの？おお、そんな感じ？また石碑があるぞ。ゾーラ氏外伝その1、ドレファン王の門前払い。ゾーラの里のドレファン王が王位に継がれて100年が経とうという頃、ゾーラ大地を乗り越えたはぐれガーディアンがゾーラの里内部に侵入。ガーディアン？そのガーディアンは好きに暴れ回り、兵士たちの槍も全く歯が立たなかった。シーカー族のやばい技術で作られてるからな、あれ。だがその時ドレファン王は危険を顧みず正面から立ち向かわれ、ガーディアンをその怪力で持ち上げると谷底に向かって投げ捨てなさった。うわー、やばいね。楽観衝撃で壊れ、ほどなくして動かなくなった。ゾーラのためには、王のこの勇猛さを称え、より信頼と尊敬の念を寄せるようになった。ドレファン王の額に未だ残る傷だったは、その時についたもの。中二病的な？そんなわけねえだろ。まだ遠いのか。もうすぐでゾーラの里に着くのか。のろしを上げてらっしゃる。え？なんだあれ。あれがゾーラの里か？で、あれはなんだ？温泉か？モリブリンがいる。
よし。近道成功。石碑があった。まあ別に読まなくてもストーリーの進行上はそんなに問題なさそうな気がするんだけどね。第7章。え？ゾーラの兜は北にある。ところどころ文字がかすれている。リンクのことを書いてる。ゾーラの兜？